お詫び、先日の ODA、沖縄、北方問題特別委員会において、真剣に質疑をされている上智子議員への配慮に、欠けた行為を行ったことに対し、深くお詫びを申し上げます。明日、上先生にも、謝罪させていただきます。今後、同じことはいたしません。大変、申し訳ありませんでした。国民民主党参議院議員、浜口誠。一体何があったんでしょうか？共産党の上議員の真剣な質疑の横で、ひそひそと楽しそうに笑うこのお二人、どなたです。あまりに失礼。質疑5分間ほど、ずっとこんな感じです。上智子くん。はい、日本共産党の上智子でございます。開発協力大綱が出されました。で、ジェンダーについてお聞きをしたいと思います。2015年に持続可能な開発のための2030アジェンダが採択をされました。そのゴール5はジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行うことを目標に掲げました。で、同年2月に決定した開発協力大綱は、実施上の原則の中に開発協力があらゆる段階において女性の参画を促進し、積極的に取り組むことを位置づけました。しかし我が国で見ますと、2022年、このジェンダーギャップ指数が146カ国中116位ということで、前年からほぼ横ばいなんですね。 ODA におけるジェンダー案件についてみると、ジェンダー平等を主目的とした案件、この比率が2011年以降、OECD 経済協力開発機構の開発援助委員会 DAC で最下位レベルの 1% 未満で推移していると。で、この現状についてですね、大臣どのように思われますか。林外務大臣。この ODA につきましては、非援助国自身のニーズ、また要望とも踏まえながら、さまざまな支援を行う必要があると考えております。まあ、その上で今ご紹介していただきましたように、ジェンダー平等の実現と、女性女児のエンパワーメント、これはすべての SDGs の目標とターゲットの進展において重要であると理解をしておりまして、人間の安全保障の推進の観点からも、引き続き非援助国のニーズや要望等も踏まえながら、ジェンダー平等を主要目的とする案件の重要性、これにも留意してですね、取り組んでまいりたいと考えております。上智子君。はい、4月5日にですね、公表された大綱案では、開発協力の適正性確保のための実施原則にジェンダー主流化が明記をされたことは、これ評価できると思います。で、資料をお配りしたんですけど、ご覧いただきたいと思います。国際女性研究センターが出版したフェミニストフォレインポリシーインデックスですね。で、この中で、市民社会組織が48カ国を対象に ODA 平和と安全、気候正義など7つの評価項目で評価をしているんですね。で、資料にありますように、日本はどこにいるかということで見てみると、下から10番目です。まあ、ずっと取り組んできていると言ってもですね、市民社会からの評価は低いわけですね。で、大綱案でジェンダー主流化を位置づけるということであればですね、これジェンダー平等を主目的とした案件の具体的な目標数値を設定すべきじゃないかと思うんですけど。上智子君。数値目標は容易ではないっていうことを言われていて、実はこれ去年3月に井上議員も質問してるんですけども、1年経ってるんですけども、相変わらずの答弁なんですね。いや、もっと踏み込んでいただきたいということを申し上げたいと思うんです。で、間接的支援には、実は鉄道整備に女性車両をつけるなど、インフラ整備などが含まれているので、数字そのものは大きくなるんですけれども、ジェンダー平等を主目的としたこの案件ですね、ここをやっぱり大幅に増やすべきではないかと。で、日本はですね、やっぱり G7 の中で議長国ですよね。なので、ぜひですね、世界をリードする数値目標を設定していただきたいということを改めて言いたいと思います。それから、今までの大綱の原則には、貧富の格差あるいは格差是正ということが明記されてきたと思うんです。それで、今回の大綱案には格差是正というのが書かれていないんですけども、これはなぜなんでしょうか。遠藤局長。お答え申し上げます。
新たな開発協力大綱の案におきましては、多くの開発途上国が国内外の経済格差に見舞われ、拡大する経済格差等に起因する途上国の不満が国際社会の分断リスクを深刻にしているという現状認識のもとで、成長の果実から誰一人取り残さない包摂性を備えた質の高い成長が一層重要になっているという旨を述べているというところでございます。また、開発協力の実施原則の一つとして、社会的に脆弱な立場に置かれている人々を含む全ての人々が、開発の恩恵を受けられるよう、公正性の確保に、十分、配慮するということが掲げられております。ご指摘の通り、格差是正という文言そのものは現在の大綱案には含まれておりませんですけれども、その趣旨は、しっかりと盛り込まれているものと、認識をしております。大綱案の文言につきましては、パブリックコメントにていただくご意見等も踏まえながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。やっぱりですね、格差是正という問題、今まで書かれていたわけですから、文言としてね、これやっぱりきちっと、入れるべきだということを申し上げておきたいと思います。それから同じパラグラフにですね、社会的に脆弱な立場の方への配慮として LGBTQ の記載もないんですけども、これはなぜなんでしょうか。誰一人取り残さない質の高い成長の文脈におきまして、女性やマイノリティを含む包摂性の視点が一層求められるということに触れるとともに、開発協力の実施原則の一つとして、先ほど委員ご指摘のジェンダー主流化を含むインクルーシブな社会の促進ということを掲げているというところでございます。ご指摘の通り、 LGBTQ という文言そのものは、含まれておりませんですけれども、包摂性の重要性といった趣旨はしっかりと盛り込まれているものと認識をしております。 G7 でですね、同性婚の制度がないのは議長国である日本だけなんですよね。で、経団連の徳良正和会長が3月20日の会見で、日本の LGBTQ への対応状況について理解増進法案が議論されようとしているんだけれども、恥ずかしいくらいだと、世界は理解増進ではなくて差別禁止にあるんだと、この対応の遅れを指摘されているんですね。それからラーム・エマニュエル駐日米大使は2月15日の記者会見とツイッターで、LGBTQI+ の人々は家族の一員で頼れる存在と話しています。アメリカではグローバル平等基金の創設メンバーとして100カ国以上の団体と協力をして人権を擁護しているんですね。で、大綱案にはですね、明文化されていないわけなんですけども、国内法整備を急ぐとともに、やはり G7 のコミュニケなどでですね、ぜひメッセージを発信していただきたいということを、合わせてお願いをしておきたいと思います。で